はい、今回はね、欧州みかんということでね、欧州させていただきます。その欧州じゃねえよみたいなね、感じがするんですが、欧州みかんですね。では、飲んでください。うん。ほら、色がこんな感じなんですが、リプトンの、あの甘い味に、まあ、少し薄めの感じの味ですね。薄めの感じではあるんだけど、欧州みかんの甘酸っぱい味、甘い味がじわーっとくるのが特徴的で、悪くはない味です。うん、結構いいんじゃないかな。欧州みかんの味で。なかなかのね。これぞみかんと。いう感じの、味でね、結構ないい味で、うん、なかなかのティーパーチ。いきなり人の顔を殴るわけじゃないんですよね。あのパンチが効いててね、パンチパーマじゃありませんかね。まあ、なかなかいいね、味だなと思います。うん。少しちょっと薄いって感じがすると、私はちょっと物足りないから、少し薄いがちょっとなと思いますけども、まあ、いい味は味です。多分、欧州みかんというか、だから、やっぱり上等なみかんを使ってんじゃないかなという感じですね。まろやかな味がいいです。どうもありがとうございます。